はい、今度は G-REX の 150X を飛ばします。まあ相変わらず、やっぱり700は痛いですね。今度の日曜日までは間に合うのか。はい、行きますかね。せっかく今日天気いいのにな。バッテリーもまだもう一本充電したのがあるんですけどね。何かいじった？モデルは合ってるんですけどな。浮かねえ。あら、全然浮かねえ。なんで？なんだろう。なんかいじったっけな。リンケージ、ピッチカーブ。なんだろう。この前何したっけな。何したっけ。スロットルカーブは戻したけど、ピッチカーブ戻してないんかな。いや、でも今フルハイにしても浮かんかったから、それじゃないよね。なんかおかしいな。普通フルハイしたらいくらなんでも浮くっしょ。ちゃんとスワッシュ動いてるしな。いくらなんでも地面にくっついてるわけじゃないし。ちょっとピッホールドして、プラスピッチえらい低いな。なんか嫌なことするな。マジか。ジャリジャリ言おう。なるほどね。エルロンサーボ死んでます。エルロンサーボ死んでて、ピッチが入らないな。しかも修理したばかりのエレベーターサーボも、ギアかけ起こしてますね。これ飛びません。終了ですね。はい、せっかく、直したサーボまで壊れてます。まあ先週ね、結構なんか急にピッチがねマイナスになったりしてから、ちょっとハードランニングしたんで、多分その影響でしょうね。サーボまあまあ高いんで、まあ落ち着いて修理します。はい、以上になります。